こんにちは今日から始める安心着物着物楽あんこ玉ですえっ、ー、と今日はあの着物の時に持つ雨傘ということでちょっと,、えー、とおしゃれなものを作ってほしいという、まあ、ご要望もあったのでうちで,でちょっとお作りさせていただいたものがありましてでそちらのものをちょっとご紹介したいと思って今日は動画を撮らさせていただいておりますでまあそちらのものがこの。 こうしたタイプのものなんですけどちょっとこれ出してみますねまあこんな感じで大島の生地にうちで八王子の藤本千賢さんというかい染めの先生にお願いして。 柄をめさせていただいたただこうしたちょっとおしゃれなまあ雨傘なんですけどまあこんな感じででかなりこう大判のですねえー、と実際あの着物を着た時に帯とかがこう濡れないようにということで結構大判のサイズですねでこれは実際の蛇の目のサイズと同じサイズで作らせていただいてるんですけどでまああのちょっとこだわって持ち手も。 まあ、いわゆるあの木の原木のタイプの持ち手を作っていただいてでそれに合わせて中骨を作ってでこうした生地を貼らさせていただいておりますでもう一つちょっと色違いの方がまあこうした感じのもので。 でこちらのものは今お話したようにうちでよくこうした帯を染めていただいたりとかまあ,あの着物も当然染めてるんですけどうちでは結構評判がいいのはこうした帯ですねこうした硬絵染めの帯を染めていただいてる、えー、藤本さんという方に、えー、染めていただいて、えー、作らせてもらった傘なんですけど。 でえー、とこちらの方は若干持ち手を少し短いものにしてですね、まあ、ちょっとこう比べるとちょっと長さが違うと思うんですけど気持ち小ぶりに、まあ、あの傘の全体のこの径っていうんですかこれは同じサイズでしっかり着物が隠れるようなもので,で、まあ、あのこうした感じで大島の生地に硬い染めを染めてますので,で基本的にまあ それほどこう見た感じほどは重さもなく軽いもので、えー、としっかり着物の時にガードができてでかつちょっとおしゃれな傘ということでこんな傘をちょっと作らさせていただきましたで、えー、と意外と実はこの傘というのは、えー、と生地を使いますもので、えー、着物の生地一んで正直言って傘は2本しか えー、取れないんですねで、えー、と実際傘を2本作っていただいて残りの、えー、と生地でこうしたトモの傘袋こうしたものを縫っていただいてまあ雨の日に使っていただいたらどうかなということで、まあ、こうしたちょっとこだわりの、えー、雨用のおしゃれな傘ということで、えー、作らせていただきました。 本日も以上ありがとうございました。